いろんなさ社会問題のさ表面をなぞっていって、そうそう、そこはそうなのよ。虐待もあれば介護、性差別、DV、モラハラ、はい、いろいろな要素があるから、だから何伝えたいのっていうと、そこじゃなくてやっぱりこう声なき声がある人たちがいるんだよっていうところを伝えたいから、でもそこが一要素に絞って深掘りしていくっていうのが、まあ昨今のセオリーじゃない、その、はい、弱気のすべてもそうだったけど、 PMS パニック障害っていうところにフューチャーしてとか、だからまあ今回それでいうとこの虐待っていうところなのかなと思ったら、そうではないから、それでなんかとっちらかってるって思われるのはあるよね、見る人によっては、うん、気持ちの持ってき方が難しいっていうのはある、うん、分散されちゃってさ、そう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 、この人も辛いね、あここも辛いよね、あこの人も辛いよね、うんみんな辛いっていう、うん、また例で出したら、弱気のすべてだったら PMS の説明が入るじゃない、だし、どういうものかっていうのも教えて、うん、そんなこと知らなかったとかさ、うん、でパニック障害もそうなんだとか、じゃあどう解決するか、だからその深く深く深く掘っていくような話だったと、うん、やっぱりそれへの理解も深まるし認知も深まるんだけど、今回は主題としてもざっくりしてるから、うん、いろんな要素が全部中途半端に終わってる感は否めないね。せめて今回の映画の内容は割と暗号が強かったから、暗号の過去とかをもう少し深く掘ってくれてもよかったんじゃないかなって。トランスジェンダー特有の辛さっていうのはあまり語られてなかったから、暗号目線で話進むと、つまりは暗号からスタートする話で、途中で聞くことあって、あで暗号がどう思ってるかが分かってて、はい、で暗号の実話が明かされてから、暗号が自殺するまでの思いっていう、だからその今回自己目線の話なんだよ、うん、暗号目線で見たいのかなっていう、そうするとなんかいろいろスッキリするかな、ね、どうして助けたのとかもあるしさ、最後の部分どういう思いであの決断あの行動をしたのか、暗号があまり口にしないから、自分の感情とかを言語化しないから、なんかね、暗号の苦しみがそんなに深掘りされてないからさ、でもなんか暗号に感情移入しきる前にね、ちょっと退場しちゃって、本当に自分の過去が明かされた時ぐらいじゃん、叫んだのって、うん、だしまあその言ったらトランスジェンダー的な話をされてる時は辛い顔をするんだけどさ、うん、なんだけどそれ以外の感情がまあ見えないから、そこなんだよね、多分こう分からないまま終わっちゃったなっていうのは嫌がなんだよね。クジラさん、クジラ出ちゃうからね、うん、これ一瞬ホラー映画かと思った。そうそう、きついね。うん。ああここちょっとね突っ込みたい。居酒屋連れてこない方がいいと思うんだよ。そうなんでしょうな。友達はちょっとムカついたんだけど。うん、あロビン以来の。ロビン以来の。あ出た出た。見ただけで笑っちゃう。やめろよ。この音聞かせるってなかなかやばいよ。